ルナプロスペクターの電子反射率計実験による月表面の磁場の強さ付きの磁場では月における磁場について述べる。月は地球のものと比べると非常に弱い外部磁場を持つ。その他の主な違いは核のダイナモで生成する双極子磁場を持たず現在の磁場はほぼ地くが起源であることである。一つの仮説は近く事情はダイナモがまだ動いている月の歴史の初期に 得られたとするものである。しかし、月の核の小ささが仮説が理論になる潜在的な障害となっている。その代わり、月のような大気を持たない天体では、大きな隕石衝突等があると一時的な磁場が生成しうる。これを支持する証拠の一つとして、最も大きな地殻事情は巨大な衝突盆地の対処地付近にある。このような現象は衝突により、 プラズマ雲が月の周りに広がることに由来すると考えられている。例えば、チャンドラヤーン1号は月の裏の機南の海の対象地で u b ケブアトムリフレクティングアナライザーを用いて小さな磁気圏のマッピングをした。小さな磁気圏は直径 360km で周りを吹く太陽風に由来する厚さ 300km のプラズマ流速の領域で囲まれている。 静電反発で月の表面から浮き上がって漂う微粒子の月のゴミが存在するという証拠も増えている。これは夜間に一時的なゴミの大気を形成する。月のゴミの大気は集まり透明な風になることもある。ゴミは夜の側で強く、昼の側で強く吹く。このゴミの嵐は明暗境界線で最も強い。詳細は よくわかっていないが、ルナプロスペクターは、月の夜の側で、磁気圏ビブを横切る際、電圧がマイナス 200V からマイナス 1000V に急に変化するのを観測した。プラズマシートは、非常にダイナミックな構造であり、一定の運動状態を取るため、月の軌道が磁気圏ビブを通ると、プラズマシートがその中を何度も吹き、数分から数時間、または数日続く。 ありがとうございます。